なんかコツってありますか？耳勉強時間を確保するコツというか。ああ、なんか勉強時間っていう概念がなくて、はい、耳が暇だなと思ったら聞いてるんですよ。耳が暇なことに耐えられなくていい、うん、なので耳が暇なと思った瞬間にもなんか速やかにこうワイヤスイヤホンを取り出してこうパッてはめるとか、で家で家族と食事する時とかも左耳の方にイヤホンを入れて聞きながらこっちで喋ってもやってる。そんなこと成り立つんですか？成り立てますよ意外と。そうするとなんか生産性が爆上がりじゃないですけどすごいことになりますよね。そうですね、だいぶ本の読む方増えますよ、やっぱり。そうですね。大体何時間ぐらい1日に耳勉強時間ってあるんですか？最低でも4時間以上あります、ね、4時間もあるんですか、うん。はい、ピボットの竹下です。ピボットブックダイジェスト始まります。こちらはですね、話題の本の著者をお呼びして直接本の内容について伺うような番組となっています。今回取り上げる本は、超効率耳勉強法。本当にこの今最注目のジャンルだと思うんですけど、この本を書かれたオトバンク代表取締役会長の上田渉さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。このオトバンクという会社は、はい、オーディオブックを運営してるんですよね。そうですね。はい。結構最近評判というかどんどんユーザー伸びてるんですかね。そうですね、今おかげさまで250万人を超えてですね。あ、すごいですね。どんどん伸びてるといったところありがたいですね、うん。どんな人が使ってるんですか？まあ、要するに本の内容を耳で聞くというか、そうです、本が朗読されてるようなサービスなんですよね。あ、そうです、ビジネス書とか丸ごと朗読されてますし、うん、文芸作品とかだとなんか声優さんがキャラクターごとに分かれたドラマ形式になっていたりとか、本当、うん、いろんなコンテンツが入ってますね、うん。で本当この1年で一気にこのオーディオ部分というか、うん、耳を使った勉強ってすごい進みましたよね。そうですね、なんかインフラも整ってきましたし、なんかワイヤレスイヤホンが普及したりとか、はい、いつでもどこでも誰でも手軽に聞ける環境が整いましたよね、うん。まあ、そういったものがあったり、あとあとコンテンツも充実していったりとか、やっぱりそういうのがすごい後押しましたね。あ、やっぱり その、まあ、そもそも人間って、まあ、この本の中でもこの脳の構造も書かれてるんですけど、うん、やっぱり耳で聞く方が覚えるもんなんですか？人それぞれの特徴次第なんですけど、はい、うん、まあ、そもそも論として人間って言葉を耳でから学んで音声で記憶してるっていうのがまずあるんですよね、はい。まあ、要は赤ちゃんの時に最初にお父さんお母さんからいろいろ話しかけられて、でママとかパパとか喋り出すじゃないですか、赤ちゃんって、はい。でそこから幼稚園とか小学校とかに行って文字を学んでいきますよね、うん。そうすると人間の脳は言葉をそもそも音声で全て記憶してる。あ、で文字は後から学んでるんですよね、はい、うん。なので本を読む時とかそういった時には文字を目で見たら、文字を目で見て頭の中で音声に変換してそれから言語で理解するっていうプロセスを必ず取ってるんですよ、うんうん。本を読むの苦手な人っているじゃないですか、はい。あれも、まあ、ある意味しょうがないことなんですかね。そもそも人間が耳で情報を知れた方がより自然に合ってるっていうか、もともと文字の生まれた文化って、はい、5000年ぐらいの話なんですよね、うん。で5000年ぐらいの文化だと遺伝子に組み込まれないんですよ。なので文字を読む能力っていうのは遺伝子に組み込まれてないんですよね、うん。なので既存の脳の能力の組み合わせで文字って読んでるんですよ、うん。でその時にその、脳の組み合わせがうまく動く人とうまく動かない人ってやっぱりいるんですよね。でうまく動かない人、その例えばさっき申し上げた文字を目で見て頭の中で音声に変換して理解の音声に変換するところですね、これがうまくいかない人っていうのはいわゆるディスレクシアって言って、いわゆる難読症とか独自障害って言って、はい、文字を読むのが苦手な人っていうふうになるんですけど、まあ、有名な人だと、まあ、トム・クルーズさんとか、うん、スティーブ・ジョブズさんとか、はい、まあ、そういった方がね、うん、ディスレクシアって言われてますけど、まあ、そういった人なんですよね、うん。でもこれはもう先天的なもので、ディスレクシアってで先天で今まで全世界で大体人口の 10% から最大 15% ぐらい、あ、結構いらっしゃいますね、いるって言われてるんですよね、うん。まあ、例えば小学校40人学級だったら1クラスに 4,5 人いるぐらいの感じなんですよ、うん。 4,5 人ぐらい極端になんか勉強ができないとか本読むの苦手って人いたっていう場合はその人はディスレクシアなんですよね。本を全く読めないっていう人もいれば、その本とか読むのはすごい得意って人もいるわけですよね。でそういった逆に目からのインプットは得意な人で、その結びつきが早い人なんですよね、はい。でまあ、僕の本の中にはその認知特性っていう言葉が書いてあるんですけど、認知特性でいうと目の方が得意な人もいれば耳の方が得意な人もいるっていう話で、しかもこの脳の構造、まあ、本の中にこの2つ出てくるんですけど、はい、その耳で聞いた方が負担が少ないんですよね、脳っていうか。あ、はい、そうですね、はい。まあ、さっき申し上げた本を読む時の脳の動き、はい、目で文字を見て、うん、頭の中で音声に変換して言語理解っていうと、はい、視覚や聴覚や言語は全てを使ってるんですよね、うん。で特にその変換するとか結構脳の理想と食うわけですけど、うん、
ただオーディオブックの場合は聞けば即言語で理解なので聴覚や言語だけなんですよ。っていう意味だと負担の量が減るわけですよね、はい、でも一方で言語や同じように使っているのであの言語刺激は あるわけなので国語力というか言語力が伸びていくっていうのは変わらないんですよ。例えばその著名人だとあの星野リゾートの星野代表とかだと、はい、あの車の運転中とかは耳で 1.5 倍速でオーディオブックを聞いて、はい、で良かった本は後で本を購入してでその本に付箋貼ってメモを書いて、うん、でそれを書棚に入れてアーカイブ化するっていうことをやってらっしゃるんですよね、うん、オーディオブック自体は別にメモを書けないそうですよ、ね、し付箋も貼れないので、はい、まあと考えるとやっぱり形があるものとないものの違いっていうのはあるのでそういう点だと本は本ですごいやっぱ優秀なんですよ、うん、形があるじゃないですか、はいうん、そうするとじゃあ自分が知りたいじゃあマーケティングについて知りたいっていう場合に全く知らないとしたら、うん、1回全部バーって3倍速とか 1.5 倍で聞いて、はい、全体を把握した上で、うん、紙の本とか電子書籍を買って、はい好きなところ復習するみたいな。そうです。それが一番いいってことですね。はい。本当使い分けなんですよね。なるほど。うん、今おっしゃったのは人によって違うとかシーンによって違うんですけど、うん、本によってもオーディオブックに向いているものと向いてないものっていうのはあるんですか、ねうん、ありますね、やっぱり。どういうのが向いてるんですか。例えばもう図表だらけみたいな本とかって無理ですよね。写真集とかダメです、はいうん。で、まあ基本的に文章が多めのものはオーディオブックでもいけますけど、うん、あの読書って目を使うじゃないですか。はい、で目って筋肉で動いてるので、うんあの視神経疲労とよく言いますけどあれ筋肉疲労ですよね。なるほど、うん、本読むと肩こりとかするじゃないですか、はいうん、だから読むのがしんどくなっていってそうですよ、ね、っていうことがだんだん読むスピードが落ちてきて、はい、読むスピード落ちていくと学習効率も落ちてみたいになるじゃないですか。なんですけどああいった 長いものでもオーディオブックの場合は一定のリズムでずっと読み続けるんですよね。長いものであればあるほど私はオーディオブックの方があの楽に読めるなと思ってます。あそれいいですね。なんか最近太い本多いじゃないですか、うん、人類史とか、ね、ジャイットダイヤモンドとか、はい、なんか結構壮大なスケールな本を置いてそうですね意外にみんな全部読んでないんじゃないかと思ってるんですけど、うんまあ、普通に腕が疲れたりとか、なんかページめくるのめんどくさくなったりするんですけど、あ、オーディオブックの方が向いてるんですね。はい。まあ、例えば私が多分認知特性は耳の方が強いからっていうのがあると思います。もう慣れてるので、はい、もう3倍とかでバーって聞いてるとか。あと倍速倍理解っていうふうに呼んでる方法があって、はい、目の前に同じ本を置いて耳から聞くっていうことを、うん、やって、で、見ながら読む。見ながら聞くってやるんですよ。要は本来本を読むときは目で文字を見て頭で音声化なんですけど、はい、文字で目で見ながら音声化に関しては、ね、耳から入ってくるのでしなくていいわけですよね。そうすると耳のスピードで目を動かすっていうことができるわけですよね。面白いですね。じゃあ例えばこの本、はい、この本もオーディオブックになってます。なってじゃあこうやって見ながら同じことを聞くっていうことですか、はい、そうです。でその分これ自分で目で見てるときも心の中で読んでるんですよね。読んでます。その負担が減るっていうことです。そうです。本を読むときって一定のリズムでこういうふうにずっと、はい、目線を動かし続けられないんですよ、はい、なんですけどオーディオブックの方はずっと同じスピードで読んでるんでこういうふうに目線を動かし続けられるようになるんですよね、はい、なのでリズミカルにずっと読めていくっていう方法なんですよ、うん、でこれ読書が苦手な方とか例えばお子さんとかで国語力が低くてみたいな、はい、とか本を読むの遅くてっていう子がいたときは、うん、本を読みながら同じ音声を耳で聞くっていうことをやっていくと読書の読解力と読書の流暢性が上がるっていうのがこれエビデンスで出てるんですよね。なるほど。流暢性って何ですか。滑らかに本を読むです。あ、なるほど。本を読むのは遅い子って行ったり来たりするんですよ。同じところ読んだりとか。そこに詰まっちゃったりしますよね。そうなんです。同じテンポでずっと読むっていう訓練をしていくと流暢に本を読むことができるようになるんですよね。あ、なるほど。でこれ等倍速でやっていくと、はい、まあ、それが訓練されていくんですけど、うん、だんだん上げていくんですよ、スピード。私だとその倍速倍理解の方法だと4倍速で聞くんですよね。読みながら4倍でいける。あ、じゃあもうそのページもじゃあこれ4早いってこと、ね、あ、早いです。もうパッこういう感じで読んでいきます。あ、それいいですね。でもさ、目の補足情報があって耳から聞いてるから耳の聞き、はい、耳の音声が少し聞きづらくても目の補足情報があるので分かっちゃうんですよね、両方あるの、うん、なのでこう集中してバーって読むみたいな時はその方法とかって、これみんなやった方がいいですね。超時短読書です、これは。いや、あんまりこれ知られてますか、こういう読書法って。いや、多分全然知られてないと思います。この本では言いましたけど、まだ世の中に広げてないので、はい、結構速読とか、はい、あとそもそも本読み方メモを取りながらってたくさん本出てますけど、うん、うまくいかない人はうまくいかない人多いんですけど、うん、根本問題として耳で聞いてやるっていうのができてなかったってことですよね。そこすごい面白いですね。そうですね、はい。特に速読とかでもよく訓練で、うん、頭の中の声を消してくださいとか言われたりするんですよ。 ありますあります、はい、あれ消すとね、そもそも本を読めなくなるんですよね。音声化しないと理解できないはずなのに、はい、音声化するなって言ってるので、うん、理解できないようになるんですよ、うん、なので
まあ、認知属性が目の方に寄ってる人であれば、はい、文字の形だけとかで分かるパターンもあって、はい、でそういう人であればうまく速読できるかもしれないですけど、それ以外の多くの認知属性が耳の方に寄ってる人に関してはその方法だと間違いなくできないんですよ。あ、であれば頭の中の音声化の声のスピードを速くした方がいい、うん、その上田さんのこの耳勉強法で面白いと思ったのは、まあ、2つあると。1つは、うん、まあ、これは私分かったんですけど、ポッドキャストとかオーディオブックで音で聞く勉強法と、うん、はい、2つ目が面白いなと思ったのは自分の、まあ、心の声っていうんですか、ね、はい、それを聞いて覚える方法っていう、はい、この2つ目が結構大事なんですかね。人間誰でもやってることなんですけど、はい、要はあの頭の中でこう自分で考えてる時とかって多分言葉を使って考えてると思うんですよ、はい、わかります、はい、どうしようかなとかいう声に出さないけど、うん、心の中で言ってます、ね、そう、ただあと自分に問いかけて答えとかやるじゃないですか、はい、相手自分に自分で質問してるとか自分に自分で語りかけたりするわけですけど、はい、あれをあの使いこなしましょうって話なんですよね。要はあの本を読むときに、はい、で大抵声に出さないで音読じゃないときってのは普通に黙って読むわけですよ、はい、黙って読むときに字面だけ追いかけて読めてない人っているじゃないですか、はい、あれは字は追ってるんだけれども音声化がうまくできてないから理解できないっていうことが起きてるんですよね、うん、はい、なので意識的に音声化をするっていうことをやるんですよ。それは頭の中の声をあの自分でちゃんと声を出すような気持ちで声を出す、うん、まあ、頭の中で声を出すのっていう感が分かんない人頭の中で叫んでみてくださいって感じなんですよ、ね、あ、頭の中で叫ぶことはできるわけじゃないですか、はい、そうすると、ね、自分の声が聞こえたわけですよね、うん、同じことをその本を読むときに頭の中で声を出しながら読むっていう、うん、ことを意識していくとあの普通に音読している時と同じように頭の中で音読しながら本を読むっていうことができる。でこれが黙音読って言われる方法なんですよね。でこれがやっぱり意識的にあのできる状態になってるとちゃんと本は読めるし、うん、これがあのできなくなって字だけ追いかけている時は本が読めない状態なんですよ、うん、これももう訓練で割と誰でもできるようになるものなんですかね。慣れるともうナチュラルにできますし、その音読スピードを上げることもできます、うん、めちゃめちゃ早口で読ませることができるんですよ。あ、まあ、脳内なんで、うんうん、声に出すのは筋肉なので限界あるじゃないですか、はい、でも脳内はいくらでも早くできる。あ、そっか、疲れないわけです、はい、なるほど。あの私もたまに聞くんですけど、うん、これ慣れるまでがちょっと大変だったりするじゃないですか、はい、少しフラットな、まあ、ナレーションだったりする、うんうん、なんかそのコツってありますかね。その体をオーディオブックに慣れさせるコツっていうか。そうですね、あの他の感覚をシャットアウトして耳だけに集中するっていうところからスタートするといいですね、うん、あのよくオーディオブックを初めて聞くときにあのいきなりながら聞きからスタートする、あ、なんか走りながらとか、うん、はい、とあのどっちにも集中できないっていうことを、ね、うん、言う人おっしゃるんですけど、はい、でもそういう人がいるんですけど、あの実際はあの慣れないとそうなるんですよ。慣れてればできるわけですよね、うん、なのでまずは耳を鳴らすことから始めましょうんですよ。なのでオーディオブックをまず目をつむって聞くとかね、お風呂の中で目をつむってずっと聞きましょうというか、そこの空間に浸るっていうところからスタートする。そうすると聞くことになれるんですよね。でそうすると今度はちょっと遅いなって思うと思うんですよ。等倍速って結構ゆっくり読んでるので遅くなるんですよね、はい、遅くなってきたらちょっと早めようって言って 1.5 倍とか2倍とか自分の脳の思考スピードに合うスピードにしてくださいって感じですよね。でそうするとまた合うスピード出てくるんですよ。でそこまで出てきたらあと今度はながら聞きやってみましょうなんですよね。あ、そこでやっとながら聞きができるわけですね、うん、なるほど。耳勉強法っていうとなんかすごい効率的なエリートビジネスパーソンみたいなイメージがあって、うん、こうやってジョギングして音で英語を聞いてみたいな、はい、まずそこからやらなきゃいけないのかと思いがちなんですけど、うん、でもそれも訓練というか、はい、慣れですね、慣れなんですね、はい、あ、でちょっと実際上田さんのスケジュールもですねここにちょっとご用意して、はい、場所、肉体、視覚、聴覚って分けてるのは面白いなと思ったんですけど、うん、今も大体、まあ、会長なんでお忙しい、経営者なんでお忙しいと思うんですけど、はい、こんな感じなんですかね。そうですね、はい、なんか最近あのオンラインにミーティング増えたので移動時間も全部ミーティングに切り替わってしてるんですけ ど、はい、あの大体こんな感じです、はいはい、この中で大体何時間ぐらい1日に耳勉強時間とあるんですか。最低でも4時間以上あります、ね、4時間もあるんですか、うん、昔は8時間とかあったんですけど、オンラインミーティングが増えた結果移動時間減ったので減ったんですよね、はい、うん、なんかコツってありますか。耳勉強時間を確保するコツというか。あ、なんか勉強時間っていう概念がなくて、はい、耳が暇だなと思ったら聞いてるんですよ。あ、なんか耳が暇なことに耐えられなくていい、うん、なのであの耳が暇だと思った瞬間もなんか速やかにこうワイヤスイヤホンを取り出してこう、うん、パッとはめるとか。
通僕もそうですけど、なんかスマホいじったり、はい、ちょっとスラック見ちゃったりとかしますけど、スマホいじったりスラックいじってる時も耳で聞いてます、ね、あ、そこも耳がガラキな、それもながらできるじゃないですか、はい、要は複雑な思考を要するものは言語感覚がこう邪魔し合うので、うん、はい、あの同時には難しいんですよね。でも簡単なメールチェックとかスケジュール調整してるとか、なんかスマホで LINE でやってるとかっていうのは、はい、サウド言語感覚で難しいことやってないんで、耳からの音を入れながらでもできるんですよ、ね、慣れですこれも。じゃあ確かにちょっとスラックで返信したり、まあ、スタンプを押すぐらいのやり取りとか、はい、まあ、スプレッドシートをちょっと埋めていくみたいなのだったら全然、うん、全然聞きながらできます、はい、上田さんどういうの聞くんですか？ビジネス書なのか小説とか。結構何でも聞きますよ。ビジネス書も聞けば、聞く日経みたいな、日経新聞毎朝20分で聞けるみたいなものを聞けば、あとポッドキャストも聞くし、あの小説のとかラジオドラマ聞くとかも、落語も聞くしっていう感じで、何でも聞きますよ。自分の気分次第で好きなものを聞いてます。で、家で家族と食事してる時とかも、左耳の方にイヤホンを入れて聞きながらこっちで喋ってもやってる。そんなこと成り立つんですか？成り立ちますよ。意外全然いけます。家族の会話をしながら勉強もしてるっていう、はい、そうするとなんか生産性が爆上がりじゃないですけど、すごいことになりますよ。そうですね、だいぶ本の読む方増えますよ、やっぱり。そう、年間何冊ぐらい読んでるって言っていいんですかね、聞いてるっていうか。聞いてる数で言うと、はい、どれぐらいかな、まあ、でも月10冊は軽くいってるので、うんうん、まあ、年間で言ったらね、普通に120以上は読めてますし、もっともいってるかもしれないです。なるほど、なるほど。ちなみに英語の本とか、そこはまた違うトレーニングが必要なんですかね？英語はそもそも言語として、はい、あの英語っていうものを、ね、マスターしないと理解できないですよ、はい、なので英語力をそもそも上げるっていうプロセスが必要なんですよ ね、うん、ですね。結構本でもあのいろいろな手法が書かれていて、うん、これですかね、うんうん、なんかディクテーション、シャドーイング、リプロダクション、はい、その4つあると、はい、これ もう全てが耳に関わってくることですけど、それ全部音声でね、うん、やっていく感じで、だから基本的にはあの大前提となっているものはネイティブの発音で、あ、脳で記憶しないと、はい、あのミスるんですよ。要は日本語英語の状態で記憶しちゃうと、はい、日本語英語で相手が喋ってくれれば認識できるけど、うん、それ以外認識できないってことが大きいんですよね、はい、例えばあのリンゴはアップルじゃないですか、はい、でアップルって日本語英語なんですよね。アップル、そうですね。英語だとエアポーって発音になるじゃないですか。そうですね、はい、でそうするとエアポーっていうふうに覚えてないと、あのそういうふうに言われた時に気づかないんですよ、ね、あ、うん、なので必ず英語はあのネイティブの発音で記憶しないといけないんですけど、うん、でしかも記憶した上でそれを自分で再現できないといけないですよね、はい、ってことはあの発音の訓練が必要なんですよ、うん、なので正しい発音で記憶し、正しい発音で出せる、インプットとアウトプット同じなんだいけない、なるほど、ですよね、うん、なのでその時のアウトプットは実はその人間 その口の能力によってあの左右されるんですよね、はい、でこれはそのまず発音の矯正って書いてある通りで、うん、はい、日本語で使う筋肉と英語で使う筋肉は別のところが使われているので、はい、うん、正しい英語の発音をするには英語を発音するときに使う筋肉を鍛えてないといけない、はい、うん、特にあの、下の筋肉とこの喉の下のこの筋肉を英語ってよく使うんですが、はい、そこを鍛えてないといい発音できないっていうことを私が学んだ本には書いてある、はい、なるほど。でそれを一生懸命あの大学受験の時に、はい、あの訓練しまくったらいい発音ができるようになって、でいい発音ができるようになるとあの自分の脳で記憶する発音もその発音に切り替わっていくんですよね。正しいスペル、正しい発音を覚えて正しい文法とかを理解していれば、あとはもうあのちゃんと脳が理解できるようになる。この4の発音の矯正は分かって、うん、ディクテーションというのは聞いて書くみたいな。あ、そうです。これは聞いたものがちゃんと頭であの理解できる形ですよね、うん、はい、シャドウイングは聞いたものを正確に同じ速度で再現できる。あ、じゃあアポーって言ったらアポーって言う。そう、はい、でリプロダクションというのは聞いた文章を覚えてそれを再現できるかなんですよね。聞いたものをあの紙に落とすくらいちゃんと聞いといてるかっていうチェックと、聞いた発音を即座にオウム返しでモノマネして発音できるかっていう訓練と、聞いたものをちゃんと記憶して同じように再理解した上で再現できるかっていう訓練なんですけど、ちなみにこの言語のこの4つの方って、はい、こういういわゆる日本語のビジネス書でも応用聞くんですか？例えば、うん、聞いた後に自分で内容を言ってみるとか、うん、メモを取りながら聞くとか。あ、当然効果、うん、どう出ますよ、うんうん、要はあの日本語としての言語力が上がるんですよ。あ、なるほど、うん、ビジネス用語を使った会話って、ね、ある種ビジネス日本語検定みたいなもんじゃないですか、はい、確かに、はい、でビジネス日本語を鍛えるっていうことをやるんであれば、それはね、同じように鍛えられます。あ、それはいいですね。じゃあビジネス書を読んだ後に、実際まあ、喋ったりしなきゃいけないわけですよ、うん。仕事とかで言ったりとか、あれミーティングでそういう言葉を使わなきゃいけないので、はい、確かに言語みたいに
ビジネス書を読むのがいいんですね。そんなと例えばビジネス書におけるリプロダクションって何でかっていうと、はい、聞いたものを覚え記憶した状態で人に同じことを説明できるかどうかですよね。理解してれば説明できるし、理解してれば説明できないじゃないですか、はい、あとは例えばその落語とか、うん、トーク番組とかでも、あ、この人の喋り面白いなとかいいなと思ったら真似すればいいんですよ。なるほど。シャドーイングとか、はい、っていうことですよね。営業本とかって営業トークの、ね、スクリプトとかって書いてるじゃないですか。書いてますよね。オーディオブックのスクリプトはちゃんと声優さんが演じてちゃんとなってる。その演じた通りに自分真似すると営業トークが良くなるとか。で本当に今時代的にズームとかオンラインが増えてるので、うん、なんか書き言葉よりも喋り言葉がすごくビジネススキルで必要な気がするんですよ。そうですね。そんな気がしません、ね。はい、かそっちの時代に来てるなみたいな。確かにそうかもしれないです。はい、意外となんかあのズームとかだとなんかノンバーバルのこう身振り手振りが、はい、見えないじゃないですか、なのでほぼ喋りなんですよね。そうですよね。資料とかきちっと用意して、うん、プレゼンを一生懸命作ってやる人が優秀だったのが、うん、今はパッといきなりミーティングした時にいかに自分の言葉でなんか喋れるかみたいな、うん、そっちの勝負になってるような気がしてですね、うん、確かに。だから今上田さんおっしゃったようにこういう本を読んで自分でリピートする能力をつけた方がなんかズーム時代に勝てるというか。確かにそうかもしれませんね、うん、時代になってるかもしれません。そうですよね。実際オンシャンサービス増えてるんですよね。増えてますね、はい、うん、どん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 これからも伸びていく感じですか。そうですね。オーディオブック自体やっぱりすごい伸びてる印象があって、はい、特にあの昨年すごかったですね。いろんなテレビにもたくさん取り上げたりとか、 あとは年末 あの流行語大賞でオーディオブックがノミネートされたりとか、うん、本当びっくりしましたけどね。あれは、うん、何があったんですかこの1年で。確かに周りでもよく聞くなって思ってます、うん、やっぱりオーディオブックを聞く環境が整ったっていうことだと思うんですよね、うん、あの2007年にあのオーディオブック .jp の前身とフィービーってサービスをやった時っていうのは、はい、スマホがない時代なんですよね、はい、だから MP3 ペアで弾けるとか、はい、そういったことをやってたわけですけど、はい、今そういう時代じゃなくなっても誰もがスマホを持って、しかも誰もがワイヤスイヤホンを持って、はい、いつでもどこでも手軽に弾けるようになったじゃないですか、はい、やっぱあのワイヤスイヤホンの普及って大きかったと思います。確かにこれはすごいイノベーションですよね。今まで本が苦手とか、うん、なかなか勉強できなかった人一気にこれで集中的にインプットして、はい、そうですよ。やっぱ今までその勉強ってどうしても読書をするでも動画でも e ラーニングでも目が中心だったんですよね、はい、なので認知特性が目の人にとっては良かったんですよ、うん、でも耳の人にとってはきついんですよね、そういうのって。うだなんかあのでも同じことを教えてるはずなのにこいつはよく分かってる、こいつは分かってないっていうのが出たわけですよね、はい、で今まではこいつは頭いいが分かるんだ、こいつはバカだから分かんねえんだみたいな、はい、言ってたと思うんですけど、それが実はこの人は認知特性が目だから分かる、あ、認知特性見ながら分かりづらいんだっていうふうに変われれば、はい、じゃあ耳の人にとってはこっちの方でやったらいいよっていうことであのやればいいわけですよね。そういった意味で社会全体底上げになるわけですよ。そうですよね。なんか会社でもその資料がやっぱり読めないタイプの人っているじゃないですか、うん、で今まではそれがお前はダメだってなってたのが、うん、いや普通に人間として耳で仕入れた方がそういうキャラだったかもしれないですよ、ね、そうなんですよ。だその人の能力を見過ごしてたというか、うん、こっちばっかりもしかしたら我々目を向けちゃっていて、うん、ここのリソースをなんか全然活かせなかったっていうかもしれないですよ、ね、うん、そうですよ。よく人から話聞いた方が分かるっていう人いるじゃないですか。いますいます、はい、あれまさに耳系なんですよね、そういう人。メールより電話してくる人もいます、ね、いますよね。あれちょっと前に最近は迷惑なんですけど、ね、でも、まあ、分かる気がするというのは資料をこうじっと見るよりも、うん、パッと聞いた方が理解が高まるタイプの人と か、うん、だからそれぞれに合わせてやるっていうのがいいことですよね。そうですよね、うん、なるほど、分かりました。でちょっとここであのおさらいというかですね、はい、まあ、あの面白かったのが、うん、実はオーディオブックってこんな種類あるんだなと、うん、まあさっきまで話してるのは本の朗読が中心だったんですけど、はい、14個もあるんですよね。そうですね、はい、もう数めっちゃあって、うん、まあ、今のオーディオブックってあの狭い定義と広い定義なんですよ、はい、狭い定義は本の朗読、はい、広い定義は音声コンテンツ全般なんですよ、ね、あ、ポッドキャストも含むんですか。含みますね、あ、うん、ではポッドキャストでこの中で言うとあのいわゆるあのトーク番組ですよね。あ、うん、上田さん全部どういうふうに使い分けてるんですかね。あ、もう気分です、はい、気分なら、うん、インプットしたまとまった情報をインプットしたいときは本です。あ、本ってあのパッケージ自体の情報量が最大なんですよ、はい、でそれ本を3倍速でバッて入れちゃった方があの一気に情報は取得できるわけですよね、うん、なんか生の情報でトークとかでなんか経営者が喋ってないを知りたいとかだとトーク番組とかで聞いたり、それこそねピボットのインタビューを見たりすることがあるわけですよ、ね、はい、見たり聞いたりとか、あ、あります。YouTube もあの音声だけにしちゃえば耳で聞けるわけじゃないですか。確かに、はい、っていう形で一応インタビュー番組とかね、そういったこと多いんですけど、うん、やったりとかもしますしね、うん、あとはまあ対談とかはどうですかね、はい、あの経営者の対談とか増えてますけど、はい、
また本と違う。そうですね、対談もなんかやっぱり本で、ね、言ってない話が出たりとか、うん、あと、ね、生の情報出たりするじゃないですか、はい、確かに。だからその後対談相手によって引き出せる情報とかもありますよね。そうですね、うん、だこの対談相手だったら聞いてみたいみたいなのがあったらそれを聞きますよね。あとは落語とか漫才とかも、まあ、トーク、はい、術を学ぶためみたいな感じ。そうですね、うん、あと要約も最近増えてきましたよね。本を一、ね、から朗読するんじゃなくて、うん、エッセンスだけみたいな。要約サービスも、ね、何個か今あるじゃないですか、はい、あれもなんか音声化しているものとかもありますし、うん、また YouTube とかでもなんか本の要約チャンネルみたいなのがあったりして、うん、そういうのも、ね、耳で聞けばいい話なので、うんうん、結構オーディオブック JP もありますね。最初の数分が、はいはい、要約ってあります。あれはみんなあってザッピングしてるんですかね、こうやってまず聞いてから、ね、そうです。いろいろなんか多分ザッピングしながら聞いていって、あこれ面白そうと思った時に全部聞くっていう感じですよね、うん、今の音声の、中身にも検索が対応してるっていうのはとこあんまりないんですけども、でもいずれはできそうじゃないですか。ってそうですよね、音声検索、うん、まあ、そちらもなんかね利便性がありますよね。ありますよね、はい、例えばマーケティングの本を読んでて、うん、まあ、デジタル領域を知りたかったらデジタルの部分だけ抜いてくれみたいな、はい、そうですね。でそれが編集されて10分で切るとかだったら、はい、すごい使う気がしますね、うん。ちなみに声優さんってどうやって選んですか。この本はじゃあ男性にすればいいのか女性にすればいいのかとか、年上の声がいいのか、うん、若い方がいいのかとか、どうやって決めるんですか。うちだそうですね、はい、うちの音響ディレクターが全部本読んで、はい、その上でこの本にはこういう声がいいとか全部考えてるんですよ。なので結構キャスティングはこだわってると思います。でもそれによって本のイメージが変わっちゃいますもんね。そうですよ、うん、特に文芸作品とか顕著ですよね。文芸作品でしかも登場人物が複数名いて、でそれぞれキャラクターごとの声を割り当てようみたいになると、もう、ね、本当にドラマのキャスティングみたいな感じで。そうですよね、はい、はい、じゃあちょっと一旦ここ前編ここで切らせてもらって、はい、で後編ではこの耳勉強法の応用編と、あとやっぱり経営者でいらっしゃるのでビジネスとしてこのジャンルがどうなっていくのかっていうのをちょっと深掘りしていきたいと思います、はいはい、一旦ありがとうございました。ありがとうございます。おすすめしますか、倍速。僕は倍速はもう全力でおすすめしてます、ね、全力で、はい、自分の思考スピードが上がる感じします、ね、人間が普通に本を読む時のスピードって大体1分が600文字ぐらいなんですよ、はい、でオーディオブックの等倍速って1分が300から350文字なんですね。倍速だと700文字なので、本を読むのが早い人よりもちょっと早くなるんですよね。ブレイクスルーみたいなポイントっていくつかあったんですか。あ、で本当ブレイクスルーは本当に最近で、うん、AirPods ですよね。通信環境が整備されてワイヤレスイヤホンが普及したっていうところが大きかったんですよね。今後ビジネスとしてどういうふうに伸びていくと思いますか。そうですね、まあ、ビジネスとしてはやっぱ音声で、うん、ちゃんと食べれる人増えていくんだろうなって思うんですよね、はい、うん、まあ、声優さんもそうかもしれないし、ポッドキャスターもそうかもしれないし、はい、うん、私オーディオブックはまだまだ黎明期だと思ってます。あ、まだまだ黎明期です。まだまだ黎明期です。